ライアスロンのアマチュアの年代別国内ランキングで年間1位となった福山市の福本哲郎選手が今日市役所を訪れました。来年9月の世界大会に向けて意気込みを語りました。こんにちは。水泳、自転車、マラソンの3種目で競うトライアスロンの福本哲郎選手は今年10月に宮崎県で行われた国内の最終大会で逆転優勝しました。その結果、アマチュアの国内ランキングの40歳から44歳の部門で年間1位になり、来年9月にオランダで開かれる世界大会へ日本代表として出場します。福本選手は今日福山市の枝広市長を表敬訪問し、逆転で世界への切符をつかんだ10月の大会を振り返りました。ラスト 400m で大逆転してというようなレース自体も劇的なこの逆転勝利だったんで、私自身も今回すごく生きる人生の中で大きなこう力になる出来事だったなと思うんですね。多くの市民がこのトライアスロンの素晴らしさを見たり体験したり、そんな広がりにつながっていけば、ね、とってもありがたいことだと思います。世界一になるっていう夢、その夢の舞台に改めてスタートに立てたな、スタートラインに立てたなという心境で、本当にその心がときめくような今ワクワク感でいっぱいで。目指すところは何でしょうか、世界大会で。優勝、世界一ですね。